皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回はこちらのもちっと伸びる粘土で作ったスライムと、前からダイソーで販売されているふわっと軽い粘土で作ったスライム、どっちがいいのかっていうのをね、ご紹介していけたらいいなと思います。スライム好きの方はね、この粘土を使ってスライム作ったことあると思うんですけれども、今回白のものがね家になかったので、急遽家にあったサーモンピンクでとご紹介させていただくんですが、こんな感じの触り心地です。この粘土もすごく柔らかくて気持ちいいクレイスライム、まあ粘土スライムができるんですが、こんな感じなんですね。粘土で作ったスライムみたいな感じなんです。で、今回ね販売されたものは軽量樹脂というものなんですね。伸びる張りがある感じの粘土だなと思いました。で、実際にこれ作ってみるともう全然違います。もっちりとした感じ、わかるかな、伝わらないと思うんですけど、今までこれでスライムを作っていた方はこれで作ったら多分こっちがやめれなくなると思います、本当に。で、量は、まあ、こっちの方が量はもちろん多くて、こっちはちょっとしか入ってないんですよ。なので、まあ、いっぱい入ってる方がいいなっていう方もいるとは思うんですけど、やっぱ樹脂だけあってね、ちょっと量が100円なのでの同じ値段なので難しかったのかなと思うんですけど、このなんか指の埋まる感じとか、このもう手の握力で押す、グーって押す感じが全然違うんですよ。この粘土買ってよかったなって思ったし、100円でこのスライムが作れるのは本当にいいなと思いました。このスライムすごいなんか海外のインスタで見るようなスライムの質に似てるんですよ。海外の方ってよくこう動画とかこういうねやつから始まるじゃないですか。はい、こっちのやつよりも作りやすいんですよ。なんて言うんですかね、こっちはこうなんか粘土感がこうなんかね、張りと弾力はあるんですけど、なんかね違うんですよね。こう指に埋まる感じはこんな感じ、こっちはで、なんかねこの埋まる感じがまたちょっと違うんですよ。もうぜひ皆さんにね触っていただきたいんですけど、このねふわふわ感がもうやばいんですよ。とにかくすごいもちっと伸びるって書いてるだけあって、すごい伸びます。で、めちゃくちゃ気持ちいいです。この粘土はねすんごいおすすめです。で、もちろん白だけではなくて、他にも青とか黄色、それから赤がありました。絵の具で着色した方がいろんな色作れるのでいいかなと思ったんですけどね、私が行ったところでは白が1個しか売ってなかったので、今回ちょっとこれだけだったんですけど、もう売り切れちゃったらあれなのでね、ぜひ皆さん買ってみてください。近くの店舗になかったら遠い店舗のダイソーにわざわざ買いに行く甲斐があります。本当にめっちゃおすすめです。こちらなんか他の粘土を入れて作ったことが、ハーティーソフトで作ったことあるんですけど、それとはまた違うし、すごいおすすめです。私はシェービングフォームで作ったもちもちのスライムにとこの粘土を入れたんですけど、クリアスライムに入れたらどうなるのかっていうのもまあ気になるんですけれども、すごいやっぱもちもちのスライムに入れた方がいいのかなと思って今回これにしてみました。別にこっちも嫌いっていうわけではないし、全然いいんですけれども、量もたくさん入ってるしね、いいんですけれども、こっちの触り心地がもうねびっくりしちゃって、こっちがもうやめれなくなりそうです。この紙粘土今後ね使うならこっちを買いたいなって思いました。まあ量はちょっと少ないけど、ぜひ皆さん一度はやってみてください。この動画が面白かった、この動画がためになった、この粘土を買ってみたいと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやってありますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。